今度の日曜日、4年ぶりに開かれる鹿児島マラソン。再開を喜ぶのは選手だけではありません。コロナ禍で活動の場を奪われてきた応援団部の高校生たち、大舞台にかける思いを取材しました。これまで幾度となく鹿児島マラソンを盛り上げてきたたくさんの応援。今年もランナーに力を添える存在がいます。鹿児島中央高校応援団部、鹿児島マラソンの沿道で応援に参加します。この日はランナーに向けたエールを部員全員で考えていました。これもうちょっと広げられる、横に当たるよ。確かに。創部は2008年。これまでも鹿児島マラソンの応援に参加してきました。2018年に参加した時は24人だった部員は年々減少し、現在8人。2年生4人、1年生4人、全員がコロナ禍での入部でした。1ヶ月とか練習ができない日とかがあったんですけど、もう早く練習したいなみたいな感じで、もう体がうずうずしてましたね。参加するはずだった校内行事やイベントは軒並み中止に。部員たちも目標を失っていました。何のためにやってるんだろうっていう思いもあんまそんな言わないですけど、やっぱ自分も思ってたし、みんなも少なくとも思ってたと思いますね。そう話す太鼓担当の2年生渡部心さん。おでつけていいけど、でも一拍待って触れで出さないと。いつも全体に気を配り、みんなをまとめる存在です。そんな渡部さん、応援団部に入部したのには理由がありました。くるぶしのところがちょっと腫れてるんですよ。練習中にひねってしまって。中学1年生の時、所属していたバレーボール部の練習中に右足首を怪我。激しい運動が難しくなり、続けることができなくなりました。それでも何か部活は続けたいと思っていた渡部さん。高校入学後、興味を惹かれ応援団部に入部。先輩からの勧めもあり、太鼓の担当になりました。バレー部で応援される側だった経験が、応援する側になった今生きているといいます。自分が結構プレーした時に応援の力をもらっていたので、今度は自分が頑張る皆さんのために力を上げることができたらっていう思いです。コロナ禍で活動の場を奪われながらも、頑張る誰かを応援したいという思いを持ち続けてきました。不思議とやめようっていう気持ちは湧かなくて、みんなを盛り上げていかないといけない立場である自分たちが、やっぱり気分が沈んでてはダメだなと思って頑張ってきました。鹿児島マラソンはその思いを形にする舞台。感染症対策をした上で、部員全員で声を出して精一杯応援するつもりです。ランナーへ届けるエールは、みんなで話し合い作り上げていきます。ランナーレフレランナー1、2、3、4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 
みんなで意見を出し合います。最初は動きが合わず、なかなかうまくいきません。それでも繰り返し練習を重ねます。声を出すこともはばかられる中、入部した応援団部。鹿児島マラソンへの参加を通して、部員それぞれが応援することの楽しさややりがいを感じていました。自分たちの太鼓の音とか演舞とかの動きを見て、あとちょっと頑張ろうってきつい時にランナーの皆さんとかに思っていただければと思います。完成したエールで力の限りランナーを応援します。マラソン
皆さんの熱い思い、きっとランナーの皆さんの力になると思いますので、応援団部の皆さんもぜひフルマラソン走り抜いてください。そうですね、鹿児島中央高校応援団部は20キロ地点を過ぎた平松神社付近でエールを送る予定です。